地図によると出口はこっちのはずだ。さっさと地上に出られたら嬉しいんだけど。ああ、ここはまるで墓場だ。はしごの上にある。一日に何度か敷地を飛び回るの、理由は始祖のみぞ知る。始祖はもう死んでるだろう。もちろん。じゃなきゃ始祖じゃないし。おしゃべりしてる場合じゃないか。ついてこい。戦ってく？避けてくのもありだし、任せるよ。火をつけたところでどうか。
だ戦える。行くよ。建物への入り口は閉鎖されてるみたい。通気口だ。開けられそうだな。
の床にあるハッチも開けられるかも。最初の試験場にあったものと似てない？ほら、ここにも端末がある。端末まで出す。待ってろ、ちょっと調べてくる。どうにかして端末にたどり着かないと。データキーが必要みたいだな。あの壁にあるのは何だ？壁を爆破するときは一応先に教えてくれる？ごめん、わかった。しても届きそうにない。別の道を探さないと。これは動かせそうだ。空間がある。見つけた。使えそうだ。動かないな。別のはどうだろう。
上に飛び乗ったよ。捕まってろ。ここで完璧。飛び移るね。ね、行けた。端末に着いたよ。待って、データが入ってるみたい。しかもたくさん。でもダメだ、アクセスが制限されてる。先に進めないなら私の任務も達成できない。アルバ、私も協力するから落ち着け。今はここを出るのが先だ。だよね、ハッチを開けないと。さてどれどれ。よし、保管ユニット解除っと。中にエネルギーセルがあるはず。そしたら発電室に入る方法を探して。よし、任せろ。動かしてみよう。エネルギーセルあったぞ。行くよ。上にいるアルバのところに行けるはず。ハッチを開けるには両方の端末を同時に操作しないと。別の端末に行くよ。ここにいろ。2で押すぞ。いいか、1、2。ご留意、アルバンドリース前線線ですと、ケース12、C 注目開始します。
ば。下に行こう。データを共有する。テストログエルム、今日は2日の火曜。まあどうでもいい。世紀末ってやつはなんていうか皮肉ぎっしりってとこか。バイオマス転換をここで開発した。無限の機械のための無限の餌。今度は一刻を争って餌を消化させない発明をしろって。やってやったよ。機械はリースを食べることができない。問題は餌をまけるか。間に合うといいけれど。どういうことなの？お前の始祖だよ。全滅したけどな。遺産もそう言ってたろ。灰の時代ね。でも灰の時代のデータはもう失われたか禁じられてる。まあ生命を駆逐した機械を作ったってことだ。今見た通り滅びてないのが奇跡だよ。こんなの知りたくない。なんでこんなものを。私には民を救ってくれる始祖たちの英知が必要なの。禁じられた罪の知識じゃなくてね。故郷のみんなを救う何かを見つけられなきゃ。監察官から罰を受ける。それどころかみんな死ぬの。ねえ、わかる？家族が死ぬ。妹も。あの子はまだ14なのに骨が見えるほど痩せてて。このままじゃ餓死する。アルバ、アルバ、わかってる。本当だ。説明しづらいけど私たちの目的は同じなんだ。達成できればデータなんて何も必要なくなる。世界中が良くなるんだ。私が信じたとしてもみんなは信じない。何か証拠を持って帰らなきゃ。分かった。試験場アイビーに行って鶴を消す方法が見つかればデータコアにアクセスできる。中にあるもの、それさえ手に入れればここにある全てのデータにアクセスできるはずだ。そうすれば何か持って帰れる。よく理解できない。でもどんな秘密にも迷宮はつきもの。預言者は耐え抜かなきゃ。行こう、ついてく。先に進もう。試験場アイビーも近いはず。また迷路。真実への道は優しいわけがないよ。ねえ、それであの鉄の花のことだけど、データに載ってる名前は確かアダマントリースだっけ。あれがつまり灰の時代を招いた破壊を止めるはずだったの。そうね。このパイプ見たところ地上まで伸びてるんだ。試験場の真下にいるんだな。地上の塔に繋がってるのかな。それじゃあ早く出口を見つけよう。ところで聞いたことなかったけど、あなたこの土地で生まれたの？いや、ここからずっと東にある地で生まれ育った。それじゃあお互い遠くから来たってわけだ。寒いし湿気がすごい。
ここだ。よし、試験場に入る方法を探そう。この建物が試験場アイディか。答えがあそこに眠ってますように。すっごい静かだね。ああ油断し、やるしかないか。またあの機械だ。姿を消せるの？こいつを倒さないと試験場には入れない。くれて助かったよ。これで試験場アイビーに入れるな。ここにアダマントリースのデータが残っているはずだ。あなたのフォーカスで見えるといいけど。なるほどね。どうした？四つ目の試験場のウィローは水の中にあるみたいなんだ。うん、後で調べてもいいな。この端末まだ使えるな。またログだ。終わりだ。完全にな。リースは成功。カベルのおかげで破壊する方法も見つけた。展開シェルに暗号キーをダウンロードすれば酵素が発生する。それによりリースは内部から侵食され壊れる。でも米国ロボット司令部の最新予測によると、スワームの増殖速度はこちらの破壊速度を大きく上回り 375% に上る。歯が立たない。まあ自業自得だな。ここで私がしたことへの報いだ。これが避難前の最後のログになる。努力は水の泡だったってこと？時間切れ？彼らのソフトウェアモジュールは手に入れた。鉄の花が作ったツルは取り除けるだろう。作業台でモジュールを槍に組み込まないと。作業台なら野営地にある。地図に隣の部屋からの道が載ってた。
ここから登ってく必要がある。ついてくよ。ロープを使って降りられそうだ。ああ、そうだね。できるかな。一人で兵士全員倒したなんて未だに信じられない。ともあれ急がないと。未開人に遭遇した後、復艦が増援を要請したの。もう到着するはず。わかった。次はこれからデータコアを目指す。モジュールが使えるといいな。花が咲いた。ソフトウェアを試してみよう。ツルが枯れていく。これで開けられる。デメテル、ダイヤの元に帰ろう。生命の種か。わかるわ。エリザベト・ソベック、アルファプライム。マスターオーバーライド起動。副次機能デメテルの行動を指示します。したの？フォーカスが壊れたのかと思った。ああ、特別なデータを拾ったんだ。お前のじゃ読めない。これコアの奥深くに眠ってた。これでセントラルサーバーを閲覧できる。全てな、故郷への土産だ。本当だ、アーカイブだらけだよ。ほとんどが農業関連のデータ。全部見るのに何年もかかりそう。でもそんな余裕はないし、さっき目的は撃ってはいけない。子孫の名を借りて継ぐ。やめなさい。ちょっと、なんで彼女を撃つの？その未開人は味方を殺した。闇雲にそっちが撃つからでしょ。未開人なんかじゃない。彼女のおかげでデータが手に入ったの。来て、ちゃんと見て。わからない？ここにいるのはエリザベト・ソベック。
始祖の生まれ変わり。預言者よ、始祖ならば連れ帰るべきだ。我々は彼らの言葉に従う側、命令はできない。どうかお許しを、ソベック博士。信心深い者の中にも、遺産のことをよく理解していない者もまだいるのです。みんな聞こえたな。データは見つかった。お前たちついてこい。他の者は浜辺で合流して滅びの地へ。長くは話せない。みんな質問したいだろうし。私もだ。過去にかなり詳しいんだろ、ソベックについても。でもお願い、教えて。あなた言ったでしょ、目的は同じだって。どのくらいかかるの？どうだろう、数ヶ月なら。あなたに希望を託す。誰にも邪魔させないで。あなたのおかげでいろいろ知れた。本当に感謝してるの。でももう行って。また会えるか。もうすぐ滅びの地に戻ることになる。あなたが行くのは危険かも。生き方を教えてくれ。滅びの地はボッセシ町の北東に位置するの。島の周りの海流はかなり荒れてるから、南からしか近づけなくて、警備もいる。必要がなきゃ近づかないで。預言者、何をしている？ほら行って。長居すればするほどあなたを連れ帰ろうとするし、そうなっても誰も得しないでしょ。アルヴァの言う通り、デメテルを連れて帰らないと。でも戻る前に森で見たトールネックを見に行ってみるか。これまでに見つけた鉄の花にバインカッターを使えるしな。ストライクの駒、誰か見なかったか？また会えて嬉しいです、アーロイ。デメテルを回収したようですね。
アーロイ。アイテル、ポセイドン、デメテルを取得したことにより、私のヒューリスティック処理能力が飛躍的に拡張しました。これでヘファイストスを吸収できるはずです。幸いなことに、ヘファイストスの捕獲計画も進んでいます。バールの励ましのもと、ベータもヘファイストスの情報をすべて分析し終えました。広範囲に拡張しているため、送信するにはサイズが大きすぎ、あなたが持つカーネルにも入りきらないでしょう。私と物理的に直接接続できる場所に封じ込めなければなりません。2つのデータコアがある場所に。2つのコア？そんな場所どこにあるんだ、ジェミニ。放棄された機械炉、西の砂漠にあります。地震活動で建設が中断されたことにより、結果的に2つのデータコアが作られたのです。あそこか。テナークスが入り口を儀式に使っていた場所だ。なんとかそこまで運ばないと。扱いにくくはありますが、ちょうど良い輸送装置の設計図を考案しました。ジェミニまで運ぶのには2人必要になるでしょう。手伝うよ。一つ目のコアに私をインストールし、もう片方にヘファイストスを呼び寄せ封じ込めたら、融合プロセスを開始します。ですが、輸送装置を組み立てるにはかなりの助力が必要になります。できるのか？できるとは思うけど、うまくいくはずがない。ゼニスに見つかっちゃう。ミネルヴァにだって場所を隠すのは無理。その通りです。吸収する際に著しい電力サージが起こり、技術さえあれば簡単に検知されてしまうでしょう。複数の電力サージを起こして裏を書いたらどうだ？例えばエレンドとゾウ、コターロが他の機械炉でサージを起こせば、ジェミニのサージを隠せないか？分析中。その戦略は有効と言えます。ベータの助力があれば小型パルスジェネレーターを作れるはずです。言ったでしょ、うまくいくはずない。テストしたけど、ヘファイストスはアクセスモジュールのアルファ資格を書き換えてる。捕獲なんて絶対無理。高度な資格がいるな。あるわけないでしょ。テッドファラのオメガ資格。アポロを消去してアルファを殺すのに使われたもの。手に入れるにはテーベを見つけないと。世界の終わりにあの男が身を隠した場所。でもゼニスですらどこにあるか知らないのよ。サンフランシスコにあるって情報しかなかった。それで十分だ。アルバというクエンの預言者が滅びの地に拠点があると言ってた。サンフランシスコにあるデータを探してるらしい。協力してくれるかも。西に向けて出発だな。留守の間、輸送装置とパルスジェネレーターを作ってくれるか。やってみる。必要なものは俺が揃えるよ。クエンがサンフランシスコに行くのに使う船が海岸にあるとアルバが言っていたな。そこに向かってみよう。アーロイ、サーバーの近くにある部屋を新たに開放しました。了解。